さっきまで少し雨降ってたんですけど、上がりましたね。そして気温がめちゃくちゃ暖かい。暖かいというかもう暑いですね。春を一気に通り越してなんか初夏が来たっていう感じなんですけど、まあ、今これキャンピングカーの中に入ってきたんですけど、ずっとね、放置してたことが一つあって、これ何かというと、このキャンピングカーの冷蔵庫。年末年始に京都キャラバン行った時からちょっと調子悪かったんですけど、この冷蔵庫の冷えがね、全然ダメなんですね。で、それがまたちょっとね、めんどくさいことに、これ上側が冷凍庫なんですけど、冷凍庫はもうギンギンに冷えてるんですけども、霜ができるぐらい冷えるんですけど、この冷蔵庫ですよ。冷蔵庫側の方が全く冷えてないんですよね。で、いろいろとこう原因を考えてるんですけど、まあ、やっぱり一つ一つもう当たっていくしかないということで、思い越し上げて今作業始めたんですが、こうパッと見てね、ここに、もともとは、ちょっと今取り外ししてるんですが、こんなフィン。まあ、これが結局、こう冷やされて庫内を冷やすっていうような、本当もう単純なものなんですけど、これ外してみたらね、ここにこういった配管があるんですけど、この配管自体がこう冷たくなって、あのフィンを通して庫内を冷やすっていうようなものなんですね。で、まあ、どうしても電源オンにして、まあ、ガス駆動さすんですけど、ガス駆動させた時に全然ね、ここがね、冷えてないんですよね。で、これが冷えない限り、冷蔵庫絶対冷えないんですけど、冷凍庫はね、冷えてるんですよね。そこが結構謎なんです。で、まあ単純に考えると、まあ冷媒が2つあって、冷凍庫側と冷蔵庫側の冷媒が多分別回路になってるっていうことが原因なんだと思うんですけど、ちょっとこの冷蔵庫今まで自分自身が触ったことがないので、仕組みがね、まあある程度はわかるんですけど、まあやっぱりこれが原因っていうのがちょっとまだわかんないんで、一つ一つ今から当たっていこうかと思います。とりあえずやれることからやっていこうということで、今外側に出てきたんですけど、これがね、冷蔵庫の裏側っていうのかな、まあ、外側なんですけど、こっちが給気で、こっちが排気になります。暖かい、熱を出す排気側ですね、上側が。で、下側は給気側になるんですけど、今、給気側の方の下側のこのカバーを外した状態です。で、冷蔵庫のこの仕組みなんですけどね、なかなかどう説明すればいいかな。まあ、単純に冷蔵庫って普通は家庭用の冷蔵庫ってこう AC100V のコンセントで挿せば冷えるんですけど、キャンピングカーの場合ってね、常時こう電源が取れるわけじゃないので、こう AC100V 以外に DC12V でも使えるようになっています。まあ、100V ではちょっと語弊だな。 100V を 230V、 これヨーロッパ仕様なんで 230V にこう昇圧して使えるようになっています。で、それ以外にね、実は電源が取れなくてもこの冷蔵庫が使えるようにということで、これスリーウェイ冷蔵庫といって、ガスでも冷蔵庫を冷やすことができます。ガスでどうやって冷やすかなんですけどね、もう単純にガスにこう火をつけて、これね、奥側、この奥側に、まあ、その点火の火が、今電源切ってるか、火切ってるんでちょっと見えないんですけど、ここにね、本当はこうガスバーナーでこう火をつけた時みたいにこう炎がね、こう上がってるんですね。で、その炎でアンモニアをこう熱することで、まあ、それをね、こう気化して中を冷やす。まあ、ちょっと詳しい説明省きますが、まあ、とにかくアンモニアを利用して冷蔵庫を冷やすっていうような仕組みになっています。そこそこ年数が経ってる冷蔵庫なので、いろいろとメンテもやってやらなきゃダメだと思うので、まあ、ついでにいろいろとできることを今からやっていこうかと思います。とりあえずはこの燃焼部分、ここの部分の掃除からですね。火力が弱くなるとやっぱり冷えも悪くなるので、まあ今回冷えてないのはそれが原因じゃないかと思うんですけど、一応火力の調整をやって、まあ、掃除をやって、しっかりとした炎が立ち上がるようにしたいと思います。まあ、一番怪しいのはやっぱりこれね、配管内ですね。配管内でおそらく、詰まってちゃんとこう配管内をこう巡回できてないっていうのが原因だと思うんですけど、まあ、最悪はこの冷蔵庫を一旦引っ張り出して、で、荒技になるんですけど、横にしたり、上下逆にしてひっくり返したりして、強制的にその詰まりをね、解消してやるっていうやり方もあったりだとか、まあ、本当に原始的な技ですけど、こう配管叩いて、ショックを与えることで、こう詰まりを解消してやるとか、そういう荒行事になるかと思うんですけど、多分最終的にはそこまでやらないと、多分改善されないんじゃないかなと思います。ただね、唯一救いはこの冷凍庫が冷えてるので、冷え自体はね、絶対できるはずなので、
まあ、とにかくできることから始めていこうかと思います。作業するのに邪魔なんで、これ今中のカバー外したんですけど、あ、ちょっと明るいから分かりにくいかもしれないんですけどね、ここの筒の中、ここの筒の中、ちょっと明るいから分かんないか、こう今ね火がついてる状態です。バーナー部分を今分解清掃してるんですけど、この辺りね今ちょっとバラしたんですけど、こいつですよ、こいつ、この先っちょについてるね、これが結構大事なパーツで、まあ、聞いたこともある人いるかもしれないですけど、これがオリフィスって言います。まあ、ガスがねこう噴出される一番先端部分なんですけど、ここにねちっちゃい穴があるんですけど、この穴が結構塞がれてガスがねあんまり出なくなったりとかするんですけど、ここの穴のね詰まりをちょっと掃除したいと思います。でこれあんまりね広げすぎると逆にこうまた冷えが悪くなっちゃうので、結構慎重に掃除やっていこうかと思います。オリフィス取り外ししました。これこいつ、ちょっと小さいパーツなんで多分ちょっと映りきらないかもしれないんですけど、わかんないか、ちょうど真ん中にちっちゃい穴が開いてるんですけどね、こいつを今から掃除していきます。どんどん作業進めていきます。これ見てください、この真っ黒のこのすすって、もう手も今真っ黒になりましたけど、これ今ねこの燃焼部分の上側ですね、ここの筒の部分をこうトン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 こう叩いていたら、どんどんすすの塊が落ちてきました。中のすすをティッシュでかき出しただけでもねこんなことになってますね。まだまだ残ってます。中のすすを掃除して元に戻しました。あとまあこれにカバーかけるんですけど、その前に一回着火やってみます。一発で着火完了。最後にこの保護のカバーつけて、これ横から見たらわかるかな、奥の方でガスが着火してるんですけどちょっと見えないかな。はい、であとは最後この化粧のカバーですね、これ取り付けて完了です。とりあえず手の届く範囲でできることは今やったん で、あとはまあ結果待ちですね。あ、それから動画には撮らなかったんですけど、この配管周りですね、この配管周り、ダメージ与えない程度ぐらいの力で、まあ、ゴムハンマーでさっき衝撃与えておきました。もうコン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 と叩いて衝撃与えて、まあ、これで中の詰まっているものがひょっと解消されればねラッキーなんですけどね、まあ、とりあえず一旦これで作業終了して様子見します。で冷えなかったらもう最後の手段、一旦これ冷蔵庫取り外しして、ひっくり返して、それでまた粗作業ですね。14時前になりました。少し午後から時間取れたので、今からキャンピングカーのバーストナーに乗って少し走ってこようかなと思います。というのが、まあ、冷蔵庫の冷えない問題なんですけど、ある程度こうショックを与えてやってこう詰まっている箇所をこう抜いてやるっていうような、まあ、ちょっと荒治療あるんですけど、まあ、今までにも実際にこう走行して走行の振動を与えることで冷蔵庫が冷えるようになったっていう経験もね実際に何年か前にあるんですね。まあ、ちょっとそのあたりを期待して少し走ってこようかなと思います。というわけでエンジンスタート。もう一回目的地に到着しました。白鳥町って言って香川の東の方にある町なんですけど、見てください、これ河津桜ですね。河津桜が満開です。めっちゃ綺麗。おお、満開ですね。めっちゃめちゃ綺麗。おっと、にゃんこちゃん発見。あ、逃げた。あ、ここにさぬき百景あるじゃないですか。2つ目発見。そしてこれは今瀬戸内ですね、津田の海です。残念ながら定休日でした。海沿いでね結構景色がいいかと思って立ち寄ったんですけど残念。休憩ということでお茶してきます。結構おしゃれなんですけど、なんかすごいのが出てきました。甘そう。気温が今日は結構暖かかったのでアイスコーヒー。
ホットコーヒーもそうなのかどうか分かんないですけど、2杯目無料だそうです。いただきます。うん、冷たくてうまい。早速おかわりいただいちゃいました。じゃあ2杯目です。うん、うまい。ドライブから帰ってきました。走行距離にして約60キロぐらいですね。さあ、問題の冷蔵庫どうなったでしょうか。まずは冷凍庫から。冷凍庫はもともと、全然冷えてるな、もともと冷えてたので問題ないんですけど、ちゃんと奥側見るとちゃんと霜できてますね。冷た、全然大丈夫。そして要はこの冷蔵の方ですよ。さあどうなってるか、オープン。お、冷えてる冷えてる冷えてる。お、冷たい。バッチリちゃんと回復しましたね。治りました。やっぱり配管内のアンモニアがね、多分、固まって詰まってたかなんかだったんですね。ちゃんとそれが循環しだしたんで、この走行中の運転の振動で、多分それが詰まりが解消されたかと思うんで、バッチリです。車自体もそうなんですけど、こういった装備関係っていうのも、やっぱり定期的にちゃんと作動させとかないと、こういう不具合っていうのが起こるんですね。まあ、冷蔵庫もずっと365日つけっぱなしにしてる人もいるんですけどね。まあ、そこまではちょっとできないので、まあ、月やっぱり何回かは、ガス着火させたりだとか、あとまあ230、なんか AC 使って、冷蔵庫駆動させたりっていうのはね、やっぱちょっと定期的にやらないとダメですね。まあ、とにかく、ちゃんとね、冷えが戻ってくれたので、バッチリ。よかった、メンテナンスやっといて。はい。というわけで、冷蔵庫とにかく使えるようになりました。今まではガス駆動させてたんですが、外部電源今つないだので、AC 電源に切り替えします。これで今 AC100V を230に昇圧して、230V でね、今冷蔵庫を駆動させてます。まあこれでちょっと数日間ね、このまま、作動し続けさせることで、まあ、アンモニアの循環がもうちょっとこうスムーズになるんじゃないかなと、まあ、予想してるんですけど、まあ、とにかくこのまま数日間、作動させたいと思います。あ、よかったよかった。はい、というわけでですね、今日は本当は動画撮る予定なかったんですけど、まあ、キャンピングカーのメンテナンスやるついでに、まあ、少しだけ動画撮影してみました。まあ、また感想等コメントいただければ非常に嬉しいです。やっぱりこういったね、車関係、日頃からメンテ行っとかなきゃダメですね。はい、というわけで本日以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。